はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、時代が変わる米軍が新弾薬のマシンガンを採用した件ということで、まあ米軍というかね、アメリカの特殊作戦軍、いわゆるソーコムが、シグナ MG338 という銃を採用したという、まあそういう話なんですが、まあこれはね、結構ターニングポイントというか、画期的な話なので、まあどんな銃が採用されてね、まあ新しい弾を使うね、マシンガンが採用されたわけですが、まあどんな銃が採用されて、それにどんな意味があるのかみたいな、まあそこら辺をね、いろいろ見ていきたいなというふうに思います。で、まずね、今回採用された銃は何かというかね、まあどんなやつかというとですね、まあ2019年のね、まあ去年ですね、まあ去年の、アメリカのショットショーというね、まあ銃のね、見本市というか展示会みたいなのがあるんですが、そこで展示されていた、まあ次世代の分体小銃みたいな感じでね、展示されていた SLMAG というね、シグの銃、それを若干改良した MG338 で、ほとんど変わってないんですが、若干ね、まあちょっとデザインとかもね、ちょっと変わったよって感じで、MG338 という銃が採用されて、まあ特徴として言えるのが使用する弾薬で、まあ338ノーマーマグナムというね、結構珍しい、あんまりね、多くの人が目にしたりとかね、聞いたりとかする機会の少ない、まあ、弾を使います。338ノーマーマグナムはちなみになんですけど、大事なことを教えるのが、338ラプアンマグナムとは違うよってやつですね。まあ、338ラプアンはね、まあ、よく、大型のスナイパーライフルとかでね、米軍とかでも使われてるね、まあ、弾ですが、それとはちょっと違う338ノーマっていう弾を使うって、まあ、そんな感じになっていて、それはそれとしてもですね、338ノーマ自体が結構すごくて、338ノーマグナムは、既存のね、7.62×51 のね、M14 とかで売ってるあのナト弾の、まあ、2倍とか3倍とか、まあ、そういうレベルのね、マズルエナジーがあって、あんまり338ノーママグナムの情報がまだ入ってないので、まあ、具体的にね、何倍とかね、まあ、大体こんなもんとは言えないんですが、まあ、2倍、3倍とか、まあ、少なくともありますし、まあ、資料によってはね、4倍ありますとか書いてるやつもあって、本当かやと思いますが、まあ、それぐらいのパワーがある。まあ、しかも、それに加えて、パワーもあるし、しかも、まあ、1000メートル、1キロ先でも、レベル3のね、まあまあ、硬いボディアーマーとか、軽装甲がね、抜けて、ちゃんと貫通できて、で、しかもね、まあ、有効射程自体で言えば、まあ、実にそれはね、まあ、1700メートルと、まあ、ほぼ M2、重機関銃の M2 ですね、あの、50口径の M2 に、まあ、匹敵するか並ぶぐらい、まあ、それに準じるぐらいね、それぐらいの射程があって、めちゃくちゃね、ロングで撃てるっていうね、まあ、1700m 撃てる 7.62×51 の銃ないので、まあ、非常に有効射程が長いよっていう、まあ、そんな感じになっていて、まあ、何はともあれね、今までの LMG の弾薬 7.62×51 よりも、はるかに小射程でかつ高威力になるよっていう、まあ、そういう話で、しかも、重量自体もね、まあ、9キロって、約9キロっていうね、まあ、そういう話なので、まあ、M240 ですね。M240 も、それに比べても若干軽いよっていうね。まあ、若干、まあ、1キロぐらい軽いよって、まあ、そういう話ですし、まあ、M2 ですね。重機関銃の M2 に比べれば、まあ、25%、4分の1ぐらいの重量しかないので、非常に運用しやすいですよっていう、まあ、そういう話で、まあ、これはね、どうですかっていうね。まあ、そういう話で、まあ、非常にパワーで、いい、パワーがあっていいでしょう。しかも軽いっすよっていう、まあ、そういう話で、まあ、だから今回採用されるっていう、まあ、そういうことだと思うんですが、しかも他にもいろいろいいところあって、まあ、例えばエルゴノミクス的な部分ですね。どれぐらい使いやすいのっていう、まあ、そういう部分、だったりとかするとフィードトレイですね、なんかよくマシンガンってガチャって開けてなんかジャラジャラジャラってやつ入れたりとかしてるじゃないですか。そこのフィードトレイとか、あとチャージングハンドルですね、ガチャって引くね、コッキングレバーみたいのも左右がね入れ替えできて、でしかもフィードトレイ開けないで入れるだけでね装填できるので、あの、ジャラジャラをね、ベルトリンクを入れて、まあ、装填できるので、非常に運用しやすいし、あとは折りたたみと伸縮のストックがついてて、まあ、レバー式のセレクターがついててっていうことで、まあ、非常になんていうのかな、モダンなんですよね。いろいろとね。いろいろとモダンで非常に運用しやすそうで。まあ、そんな感じだったりとか、あとね、今回画期的なポイントの一つとしているのが、まあ、サプレッサーがほぼ標準で装備されることですね。まあ、サプレッサーなんてね、今までこう、なんていうのかな、マシンガンに装着されるってことはね、まあ、正直考えられなかったんですね。まあ、サブつけるとね、熱がすごいし、まあ、サブマシンガンじゃねえ、マシンガンはどうせね、遠距離から撃つので、まあ、一割れしてもいいだろう的な感じでね、まあ、なんていうのかな、マシンガンにサポをつけるなんていうのはね、まあ、なかなか、考えられない話だったんですが、今回はガッツリ採用されてますっていう、まあ、そういうことですね。なんか専用のね、マズルデバイスみたいなデザインになってますが、まあ、これでもまあ意味なくはないというふうに思うんですけど、まあ、多分耐熱サプレッサーなんでしょうね、普通に。まあ、そんな感じでガッツリ採用されてて、しかもね、さらにこの MG338 のね、すごいところというかね、まあ、モダンなところとしているのが、バレル、重心ですね、重心、ボルト、フィードトレーとカバー、まあ、ここの4点を交換すれば今までのね 7.62×51 仕様にね変更できる、まあ、要はいわゆるマルチキャリバーというやつですね。複数の弾薬に対応してるよっていう、まあ、そういうところなので、まあ、なんていうんですかね、まあ、338ノーマって確かに
なんていうんですかね、まあ、特殊な弾薬じゃないですか。まあ、338ノーマルマグナム使う銃ってあんのって言われても、まあ、普通思いつかないっちゃ思いつかないと思うんですが、まあ、普通のなんていうのかな、まあ、民間仕様のボルトアクションならね、別にいくらでもあるので、まあ、それはそれだと思うんですけど、まあ、そうは言っても、そうやって軍用の銃として大量に出回ってるか、弾薬として出回ってるわけじゃないので、まあ、そういう時は、まあ、7.62×511 仕様にしてねっていう、まあ、そんな感じだったりとか、まあ、なかなかこうね、まあ、それに今後出てくるね、新しくもした、まあ、違う弾薬に適用させようと思ったら、まあ、できないこともないみたいな、まあ、そんな感じで非常にモダンですという、まあ、そんな感じになってます。で、まあ、そんな銃なんですが、まあ、今回はですね、まあ、ソーコムだけが、まあ、採用したわけですが、まあ、おそらく今後はですね、同じく338ノーマーのね、まあ、弾とかの銃のね、市場調査をしてた海兵隊がおそらく採用するんじゃないかなというふうに思います。まあ、海兵隊もね、こういう銃探してたので、まあ、ちょうどいいんじゃねっていう、まあ、そういうことですね。で、そして、おそらく米軍のね、まあ、それが好評ならね、まあ、今回採用してみて、実際運用してみて、まあいいな、これってなっていけば、まあ米軍のね、全軍に配備されていくという、まあそんな感じかなというふうに思うんですが、まあ謎の部分もあって、ソーコムはですね、セミオートのね、スナイパーライフル、いわゆるマークスマンライフルみたいなやつですね、ああいうやつの、まあ次期弾薬、まあ次の弾を 7.62×51 から 6.5mm のクリードモアに変えるぜっていう、まあそういうことをね、まあ 6.5mm クリードモアで行くぜってことを決定してるんですが、まあこの調子だとですね、不思議なことが起きるんですね。まあソーコムの人たちが持っているアサルトライフルは 5.56mm、 まあこれは多分変わらないと思うんですが、まあ 5.56 で、そしてマークスマンライフルは 6.5mm で、LMG、まあ分体支援火器みたいのが、まあ、338の、まあ、今回紹介している、MGA の338になるという、まあそんな感じになるんじゃねっていう話になると、まあこのなんていうんですかね、一つのチーム、まあ何人編成で行くかはね、まあ別としても、一つのチームにいろんな種類の弾薬が混在することになって、まあなんかそれって補給とかね、まあ別になんていうのかな、別にソーコムのね、まあ、特殊部隊ぐらいだったらね、なんていうのかな、製造とかの部分はそんなに気にしなくてもいいかもしれないですけど、補給的にどうなのっていうね、運用としてどうなのっていう、まあそういう部分もあったりとか、どうなんだろうねっていう、まあそういう部分ではあるんですが、まあ何やともあれね、まあ今回この銃が採用されて、まあ世界の銃器開発とかね、軍用の銃の世界に影響してくるポイントとして見えるというか言えるのは、まずね、マシンガンも静止化の時代ってやつですね、まあこうやっていろいろね、まあ採用してね、どうのこうのとか言ってますが、マシンガンも静止化するっていうのもまあでかい話で、まあサポをつけるとね、当たり前ですが一バレもしにくいですし、まあチーム内での指示ですね、ゲームだったら一バレしないだけで十分ですが、まあ、実際に戦場でドンパチしてるとね、お前あっちだあっち見とけとかさ、そういうこう指示出しをするときにサポがついてないとうるさくてやってらんねえっていう、まあそういう話だったりとか、まああとはね、銃声とマズルフラッシュがでかいので、まあ銃ってね、まあそういうそのなんていうのかな、まあ演出部分ですよね、あんまり、まあ、別に弾が飛んでいくわけだって言って、まあそういう話なんで、まあそのなんていうのかな、そのマズルフラッシュとかで、まあ、効果的な射撃ができてるっていう風に錯覚しなくなって、だから射撃精度が向上するっていう、まあそういう話だったりとか、まあ、そこら辺が分かってはいたんですが、まあ、ついにそれがね、マシンガンまで来たかっていうね、なんでも静止化の時代だなと、まあそういう話でね、もう最近そろそろね、迫撃砲とかもね、サップついてるやつあるんですが、まあそういう風にね、なんでも静止化の時代がね、来てるなという、まあそういう話で、まあこれはちなみに、なんていうのかな、一人の兵士にかけるお金が昔とは価格変わってきてるって、まあそういう話とも絡んでくるんですが、まあそういう部分だったりとか、あともう一つ言えるのはね、もうこの話というかね、まあ338のね、この MG338 を切り替えに、まあ、7.62×51 の弾の時代はもう終わりだなっていう、まあそういう話で、まあ確かに、まあ338ローマはね、パワー的にも射程的にもね、7.62×51 より強い。でも、まあ確かに反動も強いっていう、まあそういう風になるかもしれないっていうか、まあ実際338ローマの方が反動でかいんですけど、まあ別にこう現代の銃って、まあ要は今回紹介した MG338 みたいな、ああいう銃、まあ反動軽減装置みたいなのが組み込まれてて、なんかバレル自体が下がるんですよね、ガコってね。まあそんな感じで、まあそうやって、まあリコイルも低減できますし、まあそういう風にするって手もありますし、もう一つ言えるのは、6.5mm のクリードモアなら、まあ1000メートルで、まあ、7.62×51 よりも2倍命中率あるし、まあ、有効射程もほぼ 1.5 倍だよって、まあ、そんな話で、しかもかつ 7.62×51 よりも 6.5mm クリードも低反動だよっていう、まあ、小口径だからね、まあ、そういう話だったりとかして、まあ、なんか別に、まあ、7.62×51 が悪いとは言わないですけど、まあ、結局戦後にすぐに無理やりパッド作ったな、まあ、出来上がった 7.62×51 よりも、まあ、より先進的な弾薬、まあ、もっとパワーがある、もっと射程がある、まあ、そういう弾がいいんだったらノーマだ338ノーマがいいですし、まあ、それここまでいかなくても
もうちょっと低反動にしたいとか、もうちょっと精度出したいって言うんだったら 6.5mm 首でも使えばいいし、まあそんな感じで、まあより先進的な弾薬が徐々に開発されてきているという、まあそんな感じで、まあ、今後のね、小銃開発、まあ要するに 5.56×45 っていうのがね、まあ低威力すぎるんじゃねえか、射程がないんじゃないかっていう、まあそこら辺はね、まあなかなか決定打が出せないで言いますが、7.62×51 自体は、まあもともとね、まあ終わってたと言えば終わってたのかもしれませんが、まあ徐々に完全にね、まあ代替的な、新しい良い弾薬が出てきて、まあ取って代わられる。だからこそ時代がまた一つ変わっていくのかな。まあそんな感じになってます。はい。というわけでね、今回この話いかがだったでしょうか。ふーんっていう風に思っていただけたらね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人ゆうでした。